こんばんは。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございます。最近調子はいかがですか？おお、運動を始めた。それは何よりです。体を動かすことはとてもいいことですからね。何を始めたんですか？ああ、ジムに行かれてるんですね。体力づくり、健康づくりにはもってこいじゃないですか。とても良さそうですね。そうでもない。どうしてですか？運動している自分の姿がかっこ悪すぎる。ああ、運動が上手な人とか、長年経験されている人だと、ただ筋トレしてるフォームだけでもめちゃくちゃかっこよく見えますもんね。それがあまりかっこよくないんですが、それはきっとこれから上手になっていきますよ。あ、そういえばこの間こんなことを話されている方がここにいらっしゃったんですよね。今日はその話をしましょうか。その方のエピソードはこういう話なんです。体育でどんなスポーツをやっても先生に突っ立ってないで動きなって言われるんです。自分ではすごく動いてるつもりなんです。この間ダンスを録画して見返した時、自分でも思っても見なかった動きをしていました。動いてたというか、正直固まってほとんど動いていない自分がそこに映っていました。自分ではもっとできていると思っていたんですが、全然できていなかったようです。運動音痴が恥ずかしいです。こういうエピソードなんですね。自分ではもっとかっこよくできていて、体もしっかり動いていると思っていたけど、客観的に見てみたら全然できてなかった。そしてそれを周りからも注意されてしまうぐらいの運動神経のなさということなんですよね。こういうことってまあまあありますよね。自分ではもっとできてるって思ってたんだけど全然ダメだった。でもそれに気づかないっていう人もいますから、こうやって改めて自分で客観的に見て気づくことができたっていうのは大きいかもしれませんね。この方は運動をもうちょっと上手にできるようになりたいなって話されていたんですが、運動に限らず自分があまり得意じゃないもの、これを少しでも上手にする方法っていうのは意外とシンプルだったりするんですよね。どうすればいいかというと、まさにこの話に出てきた通り、客観的に見るっていうことなんですよね。運動であれば動画を撮ってみる。自分では腕をしっかり上に上げてたと思ったけど、客観的に見たら全然上がってなかった。じゃあもっと上げなきゃいけないんだ。自分がこういう動きをしたいってなった時に、どう動けばその形になるのかっていうのを動画に撮りながらやってみるっていうのもいいでしょうし、運動以外ですと何があるかな。音楽、楽器の演奏、こういうものもそうですよね。自分で演奏している最中は気づかないようなものをビデオを撮ってみるとか、録音を撮ってみる。それを別な機会に改めて聞き直してみる。そうすると気づかなかったこととか、そういうことがたくさんあったりするんですよね。なので客観的に見るっていうために、後で自分を客観的に見ることができるようにするために記録を残しておく。これって何事に対しても上達する上ですごくためになる、そういうものなんじゃないかなって思うんですよね。ただ上達するにも、もちろんそれより大事なことがあるんですよ。自分を客観的に見て、どこをどうすればいいかを自分で感じる。これも大事です。が、それ以上に大事なこと。その上手になりたいものを、どれだけ
好きになれるか、これにつきますよね。やっぱり好きじゃないと上達できないというんでしょうか。それに打ち込むだけの熱量が湧いてこないんですよね。なので、どんなに下手でもそれが好きだっていう気持ちを持ち続けていれば、きっと上達すると思いますし、好きだからこそ上手くなるためにはどうしたらいいんだろうって考えるんですよね。その考えることも大事だったりするんですよ。なので、まずは自分がそれをどれだけ好きでいられるか、どのぐらい好きかっていうのを再確認してみるというのは大事なんじゃないかなって思いますよね。ただこの方の話を聞いていて、一個私なりに感じたことがあったんですが、何でもかんでも上手くなる必要ってないんですよね。この方は自分が運動できてると思ってたけど、全然できてなかった。だからもっと上手になりたいなっていう気持ちがありました。ですから上手になるための方法、私なりに考えて、さっきみたいな話もしたんですが、もし別に運動は上手になりたくない、でもみんなにバカにされるし、ちゃんとやってるのにちゃんとやれって言われるのが嫌だ、それを何とかしたいということであれば、これは私なりの考えなんですが、別にそのままでいいんじゃないかなって思うんです。人生って思ってる以上に短いですよね。あなたは今おいくつですか？あんまり人に年齢を聞くのは好きではないので答えなくていいです。自分の心の中で自分の年齢を思い浮かべてもらえれば大丈夫です。その年齢を改めて振り返った時、大体の人があっという間だったなって感じるんじゃないかなって思うんです。めちゃくちゃ長かったなって感じる人もいるんでしょうが、大体の人は早かったんじゃないかなって思うんですよね。人生長いようですごく短く感じていると思うんですが、わかりやすく人生は長くない、短いものっていうことで話をしてみましょう。人生短いんですから、自分の苦手なこと、それも別に克服しなくてもいいなって思うようなことにエネルギー使うのもったいなくないですか。であれば自分の好きなこととか得意なこと、それにもっともっと時間とかお金とか、そういうものを使ってもっともっと伸ばしていく方が、その人のこれからの人生がいいものになるんじゃないかなって思うんですよね。なので、今何かうまくできなくて悩んでいる、でもその悩みというのはうまくなりたいがゆえの悩みなのか、うまくできなくて周りから何か言われるんじゃないかなっていう悩みなのか、これを自分の中ではっきりさせると、どんな立ち振る舞いをすればいいかっていうのは見えてきそうですよね。上手くなりたいんであれば、どん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 そこに時間を使ってもいいでしょうし、上手くなりたいとは思わないけど人目が気になるっていうことであれば、気にしない。それ以上にあなたが輝ける場所とかものっていうのがあるはずですから、それで見返してやればいいんじゃないですか。ちなみにあなたは最近通い始めたそのジムでの運動、かっこよく見せたいですか？そうですよね。かっこよく筋トレするためにジムに行ってるわけじゃないですよね。運動不足とかダイエットとか、きっとそれを目的に言ってるはずですから、どういう形で運動しようが本当は気にしなくてもいいんじゃないかなって思いますよね。
ちゃんとしたフォームでやった方が効果的とかあるんでしょうけれども、あまり周りの目は気にせずにやってみるというのがいいんじゃないでしょうか。ただジムに行くと他の人たちの目って気になりますよね。わかります。今日も隠れ家にお越しいただきありがとうございました。また誰かのエピソードに触れたくなった時とか、何かお話ししたいことがある時はぜひお立ち寄りください。それではおやすみなさい。ああもちちゃん、今日はさ、自分では運動できてると思ってるんだけど、周りからはもっと動いてって言われたり、動画を見返してみたら全然動けてなかったっていう人の話だったんだけどさ、なんかその話を聞いてさ、思い出したことが一つあるんだよ。僕がさ、中学校の頃の体育祭の話。その学校の体育祭ではさ、クラス対抗リレーっていうのがあったの。クラス全員が走って、どのクラスが一番になるかっていうね、そういうのがあってさ、僕も全員参加だからもちろん走るんだけど、中学生だからさ、ちょっとかっこいいところも見せたいわけよ。でもそんなに足速くなかったんだよね。それは自分でも分かってたんだけどさ、でもそれよりもかっこいいところ見せたいなっていう、まあ中学生男子の誰もが思い描くようなその感情が上回ってたわけよ。だから僕の頭の中ではクラス対抗のバトンが回ってきて、他のクラスの人たちとギリギリの勝負をしたりとか、ちょっと前にいるランナーに追いつけ追い越せみたいな、そういう展開を頭の中で勝手に想像してたんだよね。でいざクラス対抗リレーが始まってさ、自分にバトンが回ってきて、もうがむしゃらに走ってたわけよ。僕の中では後ろにいるランナーをどん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 引き離して、そして次のクラスメートにバトンを渡すっていうのをもう頭に思い描きながらうわーっと走ってたんだよね。そしたらさ、抜かしていくわけよ、自分より後ろにいた人が。あらって思って、もっともっと走って、気づいたらもう一人抜かされてたんだよ。あらって思ってる間にバトン渡すタイミングになっちゃったんだよね。そう、二人抜かされたの。ちなみに僕の学校のその学年のクラス、何クラスあったと思う？3クラスなんだよ。うん、思い出したくなかったな、これな。じゃあもちちゃん、今日も帰ろっか。